今回紹介するトヨネ観光は熊野町にある第15中学校に通うこちらの皆さん。皆さんが頑張っていること、それはヒップホップダンス。皆さんは学校内の公募で集まった15TC クルーというダンスグループに所属。3年生2人、2年生6人の合計8人が週に2日ダンスの練習に励んでいます。活動に参加したきっかけは、私ずっとコピーダンスをいろんなアーティストさんのをやっていて、それでこの学校で公募があったのでやってみようと思って始めました。踊ることが好きなのでやってみたいなと思ったので応募しました。未経験のところはちょっと不安もあったけど、友達に誘われたからやっぱやってみようかな。このグループは部活動ではないため、他の部活動に所属している人もいて、全員で練習する時間も限られているそうです。これは部活じゃないので、本当の部活に行ってる人たちはなんか試合とかで行けなかったり、なんか用事とかで来れなかったりしたので、それが結構多かったので合わせる時間とかがなくて、けどなんかそれなので、なんかできる日はできるだけきっちりとしました。メンバーの中にはダンス未経験者も多くいましたが、学校での練習だけではなく家に帰ってからも努力を続けた人もいます。なんか最初がもう下手すぎて、すごい足引っ張ってるなって思ってて、でも一番努力しないといけないから、経験者の人とかに早く来て教えてもらったり、やっぱ家でみんなよりも努力してダンスの練習してました。お互いに意見を出しながら練習を続けてきた皆さんは、6月2日、立山市にある波早ドームで行われた全国中学校ダンスドリル選手権関西大会の女子ヒップホップスモール部門に出場。見事高得点を獲得し、全国大会に進出しました。全国大会での目標は、関西大会で出していただいた点数以上のものができたらいいなって思ってます。関西大会以上のものをで見ているお客さんに元気を届けられるようなダンスを踊れたらいいと思ってます。そして8月12日に東京都で行われた全国大会では、部門2位という好成績を残しました。今後は地域の催しなどにも登場し、ダンスを披露する予定という 15TC クルーの皆さんに夢を聞きました。ダンスの指導者になれたらいいなって思ってます。ダンサーとかになれたらいいなと思ってるんですけど、なんか今のままじゃ無理なんで、もう安定した職業にデザイナーになりたいです。ダンスで培った経験を夢に生かせるよう頑張れ、第15中学校ダンスチーム 15TC クルーの皆さん。